みちこ久しぶり。元気にしてた？え、すみません、どなたですか？連絡先が登録されてないんですけど、仕事関係の方ですか？違うわよ、私よ、私、あなたのお母さんだよ。え、お母さん？スマホ変えたの？何言ってるのよ、昔は持ってなかったかな。久しぶりだね、20年ぶりくらい。え、もうあんたも30歳くらいになったんじゃないの？いや、まだ25歳だけど。まさか私を20年前に捨てた？捨てたって人聞き悪いわね。私は別に捨てたわけじゃないわよ。いろいろ大変だったから出ていただけで。本当に？マキコさん？何よ改まって、昔みたいにお母さんって呼んでいいのよ。いや、は？呼ぶわけないんですけど。20年前に多額の借金を残してお父さんに押し付けて失踪した母、今さら何の用ですか？一生連絡取り合うこともないと思ってたんだけど、そもそもどうやって連絡先を調べたのよ。地元に戻ってあんたの幼馴染の子に会って聞いたのよ。あんたが結婚するっていうのも聞いた。おめでとう、本当に誇らしいわ、あんたのような娘を持って。ああ、そういうことか。それでわざわざ連絡してきたのね。結婚相手のことを聞いたんでしょう。まさか自分の娘が会社社長と結婚するなんてね。ほんと、持つべきものは娘だわ。よかった、あんたがいてくれて。何調子のいいこと言ってるの？私が結婚するからって、あなたに何の関係があるんですか？連絡してきて満足できたら、もう関わらないでください。何言ってるの？一緒に住みましょうよ。はい？母から久しぶりに連絡が来て嬉しいでしょ？私もずっとあんたに会いたいと思ってたのよ。みちこがどんだけ美人に育ってるか見たくてね。私に似て美人に育ったから結婚できたんでしょうね。お父さんに似たら壊滅的だもんね。やめてよ。お父さんに対して最低なこと言わないでくれる？お父さんがあなたのせいでどんだけ苦労したか知らないくせに。言っておくけどね、私だって苦労してきたのよ。でもあの時は若かったし、他の選択肢がなかった。今はもうすぐ50になるし、家族と一緒にいたくなったの。だから一緒に住んでもいいでしょ？お断りします。なんでよ、こんなに丁寧に頼んでるのに。頼み方の問題じゃないから。絶対に無理だし、そもそもあなたを家族だなんて思ってない。来たいとか言われても何を言ってるの？としか。そんな冷たいこと言う必要ある？私のこと母親だと思ってないってこと？思ってない、全くもって。なんで急に連絡して来られたのかもわからないし、神経を疑ってる。そこまで言う？せっかく勇気を出して大事な娘に久しぶりに連絡したっていうのに。そんなこと言われるなら連絡しなきゃよかった。勇気を出して？そうだよ、これまで連絡しなかったのだって勇気がなかったからだし、私だって私なりにあんたのことを思ってたんだよ。今回やっと久しぶりに再会できると思ったのに。なんでこんな冷たいんだ、私の娘は。それってもしかして私が感動でもすると思って言ってる？なんだよ、冷たい子だね。20年前に捨てたくせにどっちが冷たいって。もう連絡もしてこなくて大丈夫です。復縁してやるって言ってるのよ。復縁ってカップルでもないんだからさ。あんたの父親連絡返してくれないんだよ、私がせっかくまた元さやに戻ってやろうとしてるのに。あなたからの連絡なんて来たら読みもせずにブロックするでしょうね。父は真面目な人ですから。いいから私も一緒に住ませろ、生活を支えなさいよ。私のおかげで生まれてこられたんだから。ありがとうございました。もうお礼言ったしいいでしょ。何よそれ、一緒に住ませなさいよ。勝手な要求し金もせびってくるのやめてくれる？生活を支えろって、つまり金くれってことでしょ。言い換えるとそうなるわね。じゃあ私も一緒に住むからよろしく。住所教えないと調べるわよ。はあ、そこまでやるわけ？調べるのにかかる費用もあんたが後で払うことになるんだからね。調子よく勝手なことを言ってくるのもいい加減にしてよ。
あんたは何の権利があってそんなこと言ってるの？私はお前の母親だから言ってるんだよ。娘が結婚した相手が私の人生を救ってくれそうなんだから、それはもう一緒に暮らすしかないでしょ？お前、社長と結婚したって？ブスのくせにやったわね。なら復縁するから、実母の私も家に住ませなさい。母なら隣にいますけど。え？いい加減にほざくのやめてくれますか？母親なら一緒に住んでるんで。何をごちゃごちゃ言ってるのよ。母親って、その女は母親じゃないでしょうが。再婚したんだか何したんだか知らないけど、あんたにとっての母親は私だけのはずでしょ？じゃあ私を母親として敬いなさいよ。お断りします。はぁ？母が失踪した後、父は再婚して、私たちはとても救われたの。私にとっての母はその人だけなんで。あなたは私の母でも何でもない。産んでくれたことには感謝してるけど、それ以外の関係はありません。しかも今隣にいるってどういうことよ？もしかして一緒に住んでるの？ちょうど先週から引っ越してきて同居始めたわよ。でも旦那がうちの家族にとてもよくしてくれて、敷地内に家を別に建ててくれたから同居って感じでもないけど、近くに住んでる安心感があるわよね。家族みんなで仲良く住んでいますよ。ふざけるな！何言ってるんだ！何が？なんでそんなに急に切れてるの？それって完全にただの逆切れだよね。逆切れじゃないわよ。私が怒って当然でしょうが。あんたの母親は私でしょうが。は？だから違うって何度も言ってるでしょ。もう20年会ってないし、正直誰ですかって感じですよ。会ってもわからないんじゃないかな。なんて言い方するのよ。私は痛い思いしてあんたを産んだんだよ。そんな私になんてこと言うんだ。でもその後数年足らずで捨てて出て行ったでしょ。あんたのせいでお父さんは大変だったんだよ。再婚したおかげで幸せな生活を送れてたけどね。再婚したおかげって、私のおかげで娘がいるんでしょうが。娘が私の面倒を見なくてどうする？こっちのセリフなんですけど。何が？あんたは私のこと産むだけ産んで育児放棄。仕事でも忙しかったお父さんに私を任せて遊び歩いて、借金大量に作ってお父さんに全部押し付けて失踪。私の面倒なんて見てなかったくせに、自分の面倒だけは見ろとか、どんな理論よ。それは関係ないでしょ。関係あるわ。私のお母さんは私のことを18年も娘として面倒を見てくれてる。私も実の母親として大事にしてるから、血が繋がってなくてもね。何綺麗事言ってるの？そんなのお互い実の親子じゃないって分かってるんだから、ただの綺麗事だと思わないの？綺麗事って言われても、戸籍上も私はもうあなたの娘じゃないですよ。自分の母親は一人しかいないって私が思ってるんで、もうこれ以上文句言っても無駄なんじゃないの？あんたの母親は私だけだよ！私の生活を支えろ！本当にその考え方がキモすぎて無理。え？20年も放置してたくせに、自分が困ったら私を探すの？で、結婚して金持ちになりそうだって嗅ぎつけて同居しようって？ふざけんなよ、バカ女。あんたが私を産んでくれたことには多少感謝してるけど、それだけだよ。だから何って感じ。育ててもいないくせに母親ぶるなよ。こっちは幸せに生活してるんだから、底辺クズは自分の人生を生きれば？なんて言い方するのよ、母親に向かって。20年前に捨てて興味もなかった娘に言う言葉でもないでしょ。もう今となってはどうでもいいけど、恨んでなかったと言えば嘘になるわよ。あなたがしたことのせいで、お父さんは人生を狂わされた。今のお母さんと出会って救われたのは、私もお父さんも同じ。あんたが消えてからやっと平和な生活になったの。もう二度と関わらないでくれますか？そんなのありえないでしょ。じゃあ私はどうすればいいの？これでやっと借金を返して自由になれると思ったのに。私を探してたのはやっぱり金のためだったんだね。ま、バレバレだったけどさ。私は借金が大変なことになってるの。どうしてもあんたの助けが必要なのよ。助けて、みちこ。あんたさ、恥ずかしくないの？え？
20年前に自分が捨てた子供に泣きついて、必死で金を工面しようとするなんて恥ずかしすぎる。それに私の連絡先をあんたに教えた友達にも聞いたよ。あんた、お金なくなりすぎて地元に戻って、周りの人たちにお金貸してくれって歩き回ってたんでしょ？私の親だって言うなんてやめてほしい。存在が恥ずかしい。お前、それでも私の娘なの？そんなつもりは全くない。今お父さんにあなたからの連絡のこと伝えたよ。え？あの人に？私とやり直したいって言ってるんじゃない？もしあの人がその気なら私も考えてあげてもいいわよ。いや、何言ってるの？私たち家族は幸せなんだって言いませんでしたっけ？言ってたけど、私だって幸せになる権利はあるでしょ？関係なさすぎて何言ってるかわからんけど。とりあえず、お父さんがこれ以上何か言ってくるようだったら、弁護士に相談するって言ってる。は？弁護士って、なんで？警察に迷惑行為で注意勧告できるかも相談して、今後の出方次第では、法的措置も考えるってさ。やめた方がいいんじゃないの？ちょっと待って、なんでそんな話になるのよ。私が一体何をしたっていうの？迷惑メールを送りつけてるじゃない。いや、迷惑って、20年ぶりに母親から LINE 来てるのにそんなことある？とにかく、これ以上関わるようなら、うちの旦那も黙ってないし、あなたにこれ以上できることはないですから。てめえは20年前に家族を捨てたんだよ。どんな人生歩んでようが知らんけど、もう私たちの人生に登場してくんな。勝手に違うところで朽ち果ててろ、クズババア。その後、生みの母親のマキコさんは必死で家を調べて探し出し、家に乗り込もうとしたんだそうですが、セキュリティに引っかかって即連行。警察で事情聴取を受けることになったんだそうですよ。お父さんに借金を押し付けて逃げた時以上に、借金も膨れ上がっていて完全に人生終了。美智子さんもご両親もマキコさんには関わらないことにして、あとは法の力に任せることにしたんだそうですよ。このタイプのドキュンにはそれが一番いいかもしれませんね。美智子さんは改めて育ててくれた義理のお母さんに心から感謝したのだとか。